吉田テルミの個展をですね、今あの銀座あずま通りにありますギャラリーあずまさんでですね、僕の絵を飾っていただいております。初日でございましてね、一応タイトルがですね、美は乱調にあり輪郭の喪失という、これがまあフライヤーでございますけども、まあ要するに前はね、絵を描く時には、テーマを一応設けて不思議な夢というテーマでずっと描いてたんですけど、まあ現実がね、今日本っていうか、まあ自分が暮らしている自分にとっての現実が不思議な夢を昔は描けたんですけど、今現実の方が不思議な夢みたいな状況になりつつあるということがあって、ものの見方っていうか、それをテーマにしてずっと絵を描くことがだいぶ辛くなってきたというのがあって、でよく考えてみると、なんか物が前とは見方が僕自身も変わってきてるっていうのがあって、まあなんだろうな、物の正体というのが分かりにくくなってきてるというね、ことがありまして、でそれは何かなっていうと、物の輪郭っていうものがなんかはっきり見えにくくなってると。それはメディアのせいであったりとか、それからまああと政治の問題もあったりするんで、何が正確なものなのかっていうのは非常に分かりにくくなってるんで、ある時輪郭のこれは、まあ、物の輪郭がなくなっちゃってるんじゃないかなっていうことを思って、輪郭の喪失っていう言葉に行き着いて、まあ、これをテーマに、その正体は何なのかなっていうのを、まあ、絵で探っていこうというので、今回のようなタイトルになっておりまして、作品も、そんな作品ばかりになっております。ぜひお時間があったらお越しいただければと思っております。よろしくお願いします。